黒いボディのロボットが、イケメン声でクールに案内。スターフライヤーは会社設立日の17日から、機内安全ビデオに新キャラクター、スターフライヤーマンを登場させる。同社の使用するエアバス A320 型航空機をモチーフに、ロボットアニメに親しんだ主要顧客のビジネスマンのほか、女性や子供の目を引くようにした。本拠地を構える工業都市の北九州地域のイメージも演出する。 機内安全ビデオの刷新は約3年ぶり従来の、ジャズラウンジ編は上質な空間を強調したが、4分7秒の新バージョンではスーツ姿をデザインに取り入れた新島となロボが落ち着いた声と物腰で安心感を伝える。電子、加熱式タバコの使用禁止も盛り込んだスターフライヤーマンは機体に命が宿ったからの守護神という設定で、専用ホームページや関連グッズを順次展開する。 機内には持ち帰り用のリーフレットを備え、来週に就航予定の台北線 PR にも活用する。11日に記者会見した松石忠己社長は、見れば見るほど味があり、お客様の反応を確かめながらキャラクターの活用方法を考えたいと述べた。